Hey guys, welcome to, I guess I can't call this an indie file. I guess this would be more of a, what should we call this? Let's check out of Shin-chan, me and the professor on summer vacation, the endless 7-day journey. This was brought out by Bandai. I've been looking forward to showing this to you guys. So we are going to do a new game. No, why is it is ignoring all of my commands today. That's fun. Not what I want. That is what I want. Game's a little bit buggy on PC. ここは無限に広がる大宇宙。の埼玉県蓮香で。最高のおバカンスを迎えるために新幹線に乗って九州に出発おしんこだぞ。しかし父ちゃんがいない里帰りをしたらじいちゃんとばあちゃんは悲しみますな。誤解される言い方するんじゃない。パパの九州出張に合わせて熊本に行くの。それに今回は里帰りじゃなくてママの幼なじみのところにお邪魔するんだから二人ともいい子にしててよね。しんのすけたちは夏休みの1週間、九州に住むミサエの古い友人ヨヨコの家にお世話になることにしたのです。熊本、熊本、こっちこっち、疲れただろう。途中からみんな寝てたからあっという間だったわ。うっ、なんだ。うっ、あっという間の長さを実感してるのね。一行が着いたのは熊本駅。でも目的地はここからさらに2時間かかります。ヨヨコの家はミサイの実家がある阿蘇の隣の隣の阿蘇の町。あっ、ちょっとそこ行く怪しい家族連れ。へえ、うん、なかなかだな。やりますね。の、美人の若奥様。何、私のことかしら。皆さんで我が社が誇る画期的大発明のモニターをやりませんか。ねえ、もなか食べたやつ。モニター、商品を試しに使ってみませんかってことよ。これはタダでいただけるんですか。さすがにそれはないだろうし、なんだか怪しいような。いえいえ、もちろんタダ。1週間使っていただき感想をもらえればよいのです。怪しいわね。でもタダなら。これは我が輩がライフワークとする研究テーマに沿った発明品で、古代からの伝承を想像力によって飛躍的に跳躍させた現代科学の粋でありロマンです。では記念撮影を。お、もう、じゃあお言葉に甘えて。はい、チーズ。謎の男がシャッターを押すと、奇怪な音とともに地面からカゲロウが立ち上がった。
あれ、オラどこにいたんだっけ。しんちゃん何言ってんの。寝ぼけているんじゃないのか。いかがでしたか。これは撮った写真がイラストになり、日記などに貼れるようシールとなってプリントされる画期的かつ不思議なカメラ。素晴らしい発明でしょう。確かに絵が出てきたけど、手品みたいに種も仕掛けもあるんじゃないの。もう少し使ってみないと、まだなんだかわからない感じだし。また我が輩の発明の素晴らしさがわからん連中に声をかけてしまった。まあいい、すぐに奴らはこの圧倒的な力の前にひれ伏すことになるのだから。キッ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 。加速で旅に出たのさ、渡り鳥と星の海、とても暑い夏の日に空が映る水たまり、ひまわり畑夕立、笑い声と日焼け跡でもね、行き先知らない、ほうき星真昼の月、着いた野原家の面々。ところが駅前がちょっとした騒ぎになっていたのです。どうしたんですか。どうやらここの遺跡から骨が見つかったらしいんですよ。ふふーねーねー、遺跡から骨が出るのはよくあることなんじゃない。いえいえ、それがなんと恐竜の骨みたいなんです。恐竜。ここに古墳時代の遺跡があるんです。その人が住んでた古墳時代の遺跡から恐竜の骨が出たんですよ。ああ、来た来た。おーい、野原家来たよ。やっと着いた。ヨヨコ、お久しぶり。こんにちは、お世話になります。ヒロシさんもお久しぶり。しんちゃんとひまちゃんは初めましてだね。へへーい、ほら、しんのすけ。ミサイとヒロシが古くからどっかりお世話になっています。こちらはヨヨコお姉さん、私の子供の頃からの友達なの。いわばちくわの友。ちくわ。
チクバ。小さい頃から一緒に遊んでいたことを言うのよ。よろしくね。ご覧のように食堂やっています。ちくわはないけどね。ララコちゃん大きくなったわね。もう中学生なんだっけ。うん、みさやお姉さんお久しぶり。大きくなったでしょう。寝る子は育つって言うからね。寝る子はお猿。それはモッキー。今から雨かな。それは天気。というわけでこれがしんのすけくんとひまわりちゃん。よろしくねモンキー。ウキーウキー。悪いわね、わざわざ来てもらって。いいのよ、宿場の友を助けに来たんだから。ありがとう、頼りにしてるよ宿場の友。今週は急に手伝いが来れなくなったんでしょ。手紙の写真に写ってたイケメン。あの写真は1号さん。うちで働いてるのは3号くん。で、忘れてた。こっちで影が薄いのがうちのお父さん。よろしくお願いします。ようこそ。こんな娘たちだから気を使わず、自分の家と同じように過ごしていってください。キャップは小さな新聞社やってるの。裏に建物があるよ。おじさん、ケチャップ？ケチャップじゃなくてギャップ。新聞の記事をまとめる仕事なの。デスクとか社長とかいろいろ言ってたんだけど、なぜかキャップで定着しちゃった。そういえばここはなんで日の山食堂なんですか。それは簡単。うちの名字が日の山だから。ちなみにキャップは日の山守る。でもそれはもう全面的に忘れていいから。ずっとキャップだし、キャップ。ひどい言い方だな。うちの娘たち本当に口が悪いでしょ。はい、いや、そんなことは。キャップの生きがいは仕事の後にここで一杯飲むことなの。それを邪魔されない限り、あとは私たちのやりたい放題。おいおい、そんなことはないぞ。というわけで野原家の皆さん、どうぞよろしく。シロもよろしくね。So now I think we can kind of look around. Yep. Drawing diary guide. From now on, you are free to do whatever you want. First, take a look at the book symbol in the upper left corner. Do you remember the mysterious camera you got from the Kumamoto station? You can take the memories captured by the camera and turn them into entries in your drawing diary. Okay. Hey! Here's the pig again. I'm the kitty camera. Let's see. So, we all made it to Kyushu, a family picture at Kumamoto Station. We all made it to Kyushu. We took a family picture with the kitty camera that we got from a strange man. Let's go with that one. Let's see. Apparently, they found dinosaurs in the ruins. Apparently they found some dinosaur bones in the ruins. What ate it? So mysterious. Let's see. Thanks for having us, Miss E. Let's see. Nah, let's be nice. So let's investigate everything we can. So there's the drawing pad. There's Encyclopedia of Animals. There's our day. Hints. Belongings. Snacks. Objects, so that we kind of see everything that we can kind of see all this stuff.
I figured out controls. Finally, you can explore the great outdoors. But before you could do that, here's the controls. It's like, why is there a mysterious voice? Be sure to watch the red gauge at the top right-hand corner of your screen. This red gauge represents Chin Chan's stamina. The gauge will decrease as you continue to move around. If Chin Chan gets tired, you won't be able to move anymore. Eat some snacks if you want to recover your stamina. Hey! どうやらドアが開かないようです。一体どこにつながっているのかな? He's not even questioning the mysterious voice. We can kind of look around. There are children's encyclopedias and old-looking books placed here.Must be the restaurant. It is kind of a neat thing. Bug catching guide. When outside of the house, you can use LB and RB to swing around. When you catch a bug around town with your net, you'll take a picture of your camera and create a diary entry. If you see a shiny bug, that means you haven't caught it yet. Take as many pictures as you can. Catching bugs is a complete objective, then you might get a nice drawing entry diary.Make sure to check. Let's look for some bugs. We're just gonna wander around this all alone. It's fine. Oop, come here. Whoa. Butterfly. Yay!Beetle, I think? But yeah, no, this is a... I really like this game. It's cute. But a Shin Chan, so it's gonna probably get weird. What pretty red color. The Scarlet Sage is in bloom. Ah. There's a dude down there. We'll just leave him alone.Got him. Cicada, I believe. We are just finding all the bugs today. That is a praying mantis of some type. Yeah, if you enjoy the Shin Chan anime or the manga, you probably enjoy this game a lot. まだ晩ご飯まで時間があるから、外で遊んできてもいいわよ。Okay. The camera gets a little bit confusing, I will say that. Oh dang. Come here. Aw, it's gone. Whoa! That's a bee.We are just finding a ton of them today. There's Shiro in the background. The dog. You got an item, Shishio, too. Shinosuke wa haisha-san ga daikirai.怖くてここを通れない。 So we can't walk by because of that. Okay. So you definitely want to collect all you can find because you're going to be able to use it later in the game. This is where Shiro's doghouse is. Smack the little kid. Got it! Yeah. We are a bug catching fiend.
Ah, Ken, the only thing that is a real complaint about this is when you go somewhere. Ura! Shiro ni mukai ni kite muratta kedo, Shiro wa dou yatte koko made kitan da? いただきます。いただきます。I do like the sound and everything. ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。夜は外に出ちゃダメよ。出たいときはママも行くから声をかけてね。声かけて。I mean to skip that. What's that all about?野原家が居候しているヨヨコの家では夕飯が終わる時間になると、Freeloaders, huh? Thank you. 風に乗って女性の声が聞こえてきます。隣の住人青山ハタが子供たちに本を読み聞かせているのです。さて、今日のお話はどうでした？楽しかった？お母さん、誰か来てるよ。来てるよ。こんばんは。この子お姉ちゃんの友達の子なの。しんのすけ。ふふい。覚えてる？さっき駅前で会ったよね。恐竜の骨、気になるよね。ふうふう、ねえねえ。夏休みでしばらくこっちにいるんだって。うちの2階で寝泊まりするの。うちの子たちと同じくらいだね。2人とも仲良くしてあげてね。はい、自己紹介。こんばんは、僕はカズマ。一馬って書いてカズマなんだ。かっこいいだろ。私はキネ。綺麗な音色という意味だって。この名前素敵でしょ。餅つきのキネじゃないから。あれ、なんだかカスカベにいるみたいだぞ。その時、しんのすけは思いました。風間くんとねねちゃんにそっくり。毎晩ここでこうやって本の読み聞かせをやってるから、あなたも遊びにいらっしゃい。その恐竜は女の子でした。名前はエル。 We are not going to do that. The camera thing does get a little confusing with this, but let's come and explore for the night. It's okay, nobody will mind if we're exploring. Hey!Roly poly. Hey! So I'm gonna probably show you guys one last thing, which is a little bit of the next day, and then we'll probably call this, but hopefully you guys have been enjoying it. Yay! Another butterfly.Yeah, I'm a kid. I get to just go enjoy. I think if you keep going, somebody stops you. Let's try that. We try going this way? Whoa! A disco night.
That is kind of cool. I like that. This cow's chilling. This cow's just chilling. Look at him. Moo. So we're kind of getting to see the whole town. Oh, hi. 帰る時間でござるぞ。I don't wanna? I guess I have to. So let's draw and let's see what we got here. Japanese beetle, hoverfly. Okay, so it wasn't what I thought it was. Cicada, I was right. Mantis, bell cricket, tiger beetle, swallowtail butterfly. Let's see, I got some sishio. I picked some sishio. It's also called a beet steak plant, but I think it's safe for vegetarians. Heard a soft voice come in the night breeze, an evening on the veranda. I love it. So yeah, it's a very chill game, but of course it is Shin-chan, so it's gonna get real insane real fast. Which we'll see in a moment. Hey, おやすみなさい。We're gonna save. Here we go. 素晴らしい今日が来た。昨日の次だ。みんなで体操、深呼吸。ぐるりと回って一。Yep, this is how we're ending this episode, or this review. I'm not explaining anything. では、いただきます。So, I do hope you guys enjoyed this, and I will see you next time for another review. Be awesome, guys. Bye.